今日のメンバーが、はい、まあ、センターバック1人、サイドバックが2人いるんだよね、ゴメスと大本、はい、で中盤が森、島田、まあ、フミヤは今どこでもやっているので、はい、でフォワード2人、マンジーとファビオ、はい、うん、達也、まあ、本当にバランス、そういう意味ではこのポジション的なバランスをとって、はいはいはい、グルーピングされてますね。うん、最初のあの何て言うんですか、あのパッと見、うん、じゃれ合ってるように見える最初のやつ、うんうん、あれじゃれ合ってるのはこれは、はい、じゃれてるんじゃないです、ね、じゃないですよね。これは負荷かけて、はい、あのパワー系のトレーニングをここでゴメスがグーッと抑えてそれを、まあ、負荷かけてダッシュするっていう、うん、いわゆるこう相手を引っ張ってるというか引きずってる状態になるってことですもんね。これあれですね、引きずってる人大事っていうか、あのサイズいや持ってる方も疲れるの、これあ持ってる方も大変なんですね。持ってる方もやっぱりしっかりグッとあのこう持って押さえてなきゃいけないから持ってる方も疲れる。まあ本当にね、こういう単純なキックのトレーニングっていうのも、はい、まあ、普段こうやれそうでやる時間ないし、まあ寒い日なんかは早く終わって早くこっちでやれよって思いながら蹴ったりもしてるけど、もうちょっと動かしたいと自分を。でもこの2人は本当にね、キックうまい、足元があるんで、はい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 、マンジーも怪我から復帰して、はあ、あの練習してるんで楽しみですね、再開したら。すごいこう経歴がね、なんか面白いというか、経歴すごいんですよこの選手、うん、今、うん、逆左可能性落とした選手、そう、はあ、インドだっけ、インドリーグです、はい、インドリーグでなんだっけ、 100点、3年ぐらいで100点ですかね、100試合やって103点とか101点とか、なんか試合数よりも点取ってるぐらいの人でしょ。シュート一回見てみますか、この持ってるか決めるか、ここでそうですね、こうちゃんと注目された時に誰が決めるかっていうことですね。楽々キャッチしてましたね。そうですね。